軽井沢おわしです。こんばんみー、皆さん、いらっしゃい。ただいま一人です。あ、花束か。やば、つくなに。いらっしゃい。あ、サラミさん、お久しぶり。皆さん、トモさんでしょ、つくだに、ショウタラさん、つくだに、高谷さん、つくだに、ドラえもんさん、つくだに、ショウタさん、つくだに、アイズンさん、つくだに、高山さん、つくだに、ひろこさん、つくだに、福山さん、つくだに、永井さん、つくだに、まちゃみさん、こんばんは。さあ、果たしてここはどこでしょう。今一人です。現場に着きました。怖いよ、一人だよ。あ、鳥居がないな。どこだろう、これ。見てよ、これ花束置いてあるよ。はみださん、すいません、ね、いらっしゃいませ。やば、くまいそうだな。こんばんは。また心霊配信です。生放送です。音鳴ってるし、花束あるよ。え、リアルにこれ新しいぞ。つくだに、はい、皆さんいらっしゃい。何県でしょうかね。どこでしょう。一人ですか今。あ、二人で来てるんですけどね。今車止めに行ってます。秋田さん、今僕はここで一人ですね。花束だよ。分かった。どっか、皆さん、自殺の橋ですよ。自殺の橋、分かるかな。一人です。これで分かるかな、皆さん。はい、大橋です。一人です。分かったかな。どこか、あきらさん来てますね。こんばんは。一人です。秋田さん合流しますけどね。どこだろう。なんて書いてある。そう、軽井沢おわし、長野県来ました。皆さん、長野県です。そう、今日二人群馬行っちゃおうかな。長野県です。軽井沢にいます。長野県来ましたよ皆さん。到着しました。今現着です。遠いっしょ。長野県ですよ皆さん。軽井沢橋、自殺の橋、駐停禁止。うわ、すごいですねこれね。なんか花束が新しかったっすよ、うん、あれ新しいっすか。新しい、てか多分今日かもしれないです。見てきてよ、秋田さん。これね、あれ LED ついてないですね。ブルーついてたんですよ僕の時。あ、このあそこにブルーがついてたんですよ、あれ。はいはい、弾切れてますね。ね、省エネですね。省エネですね、多分ね。合流してますよ。うん。群馬にも来てください。はい、斉藤さん、お疲れ様、皆さんね。ガガね、寄ってきてるのね。うざいから。うざいから。もう勘弁してって感じ。ガさん。気味悪いっしょ。今日朝方までですね。まあ、これがどこ行くかは、あの個別にやってきますんでね。着いたらやりますんで。バスケライフか。うん。ああ、そうしてますね。千葉県ね。こんばんは、お久しぶり、皆さんね。姫ちゃんさん、こんばんは。花束あったよ。前これあったよね。結構車通んの。あ、神奈子行きましたよ。霊いそうな気はしますね、多分。
気温が12度ぐらい、ちょっと寒いかな。うん、やばくないっていうか、そこ入れないよ。うん、人の周知です。うん、楽しみ。駐停禁止。ほら、見てよこれ。あなたもある？こんばんは、つくだにと。あ、それさん、あれですよね。そこ高い、高いよ、すごい。全然見えない、下まで。ほら。ここはだって飛び込むんだよ、皆さん。飛び込むんだよ。あなたもないな、今日は。今、一人で、アキラさんもいますけどね、後ろにいます。うん、どんな感じ？あのね、カエル鳴いてんのかな？みたいな感じで。静かなとこだね。やばいと思う。軽沢市は結構やばいよ。銃弾、まあ、レベル的には10の、10としたらね、マックスが8ぐらいから9はあるよ。うん、まあ、でも全然感じないけどね。うん、そう、高野さんどうもね。あ、梶さんお疲れ様。佃煮。さ、長野県来てます。今ね。写真撮りてえな。写真撮ろう、写真。写真撮ろう。せっかく来たんだから。写真撮ろう。写真撮らなきゃ。お、音鳴ったな。あの鳥居も撮らなきゃな、さっき。はい、どうもありがとうございます。一人じゃない、二人で来てるね、今日ね。朝方までやるけどね、ロングでやんないんでね。あの、この配信終わったらまた配信終わりますんで。で、着いたらやるって感じにします。今日はね。だから何県行く？群馬県か長野県か新潟かどっちかです。まだ長野県に確定したわけじゃないんでね、皆さん。終わったら一回閉じて、枠閉じて、また着いたら放送しますんで。今日は皆さん朝まで寝ないようにね。朝までね。佃煮。やばいんじゃない？後ろにいる？うん、長旅ご苦労様です。ちなみにね、3時間ぐらいかかったかな。6時ちょっと過ぎに出て、今9時でしょ？ 9時でしょ？ 3 時間ぐらいかかったかな。ご飯食べて3時間ぐらい。こんばんは。こんにちは、ありがとうございますね。軽井沢大橋。あれ？なんかおかしくない？気をつけてください。こんな感じ。ちょっとガスってきてるな。これ街灯。これネオンか青なんだけどね。うん。めっちゃ来るでしょ。今一人だね。お化けなんかね。軽井沢橋。ん？配信つけっぱない、やめたの。やめ、移動するから。うん、来たよ。今日はね、ロングでやらないんで、短時間でね、スポット的にやってきます。今日はね、そこで寝てください。無理だな。めっちゃすごい虫寄ってきてるよ。なんか いたような。マジ？嘘でしょ。こんな感じ。いた？まあ、この辺り飛び込んでるよね、確実に。うわ、へこんでるよ。へこんでるぞ。下が見えねえのかな。
自殺者の幽霊が出るって言われてますな。ね、足跡ありますか？いや見えないんだよな、今反射して見えないんだよ。反射して、うんうん、外人の絵図見ないといけないの、フランスのさん頑張ってね。こんな感じ、虫除けしてない、そのさん下はカバー映ったこと怪しいのはね、うん、ここは何があったの、自殺者が多い。ちょっと軽井沢大橋ググってみな、皆さん検索してみな、軽井沢大橋心霊で入れてみな、わかるよここがどんだけすごいかとか。結構ある、何メートルって多分相当あるよ。前昼間ちょっと夕方見たけどすごいあったね。僕2回目なんですけどね、軽井沢大橋見えねえもん、ほら見えねえ。今日何県、今日今は長野県、さあ群馬か新潟か長野県かどこで行くんでしょう。軽井沢大橋です。ある、出たこと、出たことって音声はあるよね、映像はなかなか撮れないんじゃないかな、なかなか。そこなきゃさんいるけど、でほら皆さん、ここのねやばいとこって、その神社がやばいんですね、神社が。ちょっと神社見ましょうかね、すいませんけど、この神社の鳥居があったらしいんですよ、うん、90メートルなんだ、すげえな。ほら花束あるじゃん、花束、ほら縄切れてるよ、ほら蜘蛛の巣がすごいな、ほらわかる、花束あるの。この鳥居があった、鳥居がもなくなってたんだよね。なんだあれ、何あれ、切れてないか、しかも新しくね、めっちゃめちゃほら